里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今日は、はい、西武と阪神、はい、トラとライオンです。はい。分かったですか、トラとライオンの意味。え、トラとライオン？おお、トラとライオンだ。はい。本当だ。あの強い動物たちですね。はい。じゃ今日西武ですね。はい。西武はですね、野手で言うと、はい、木村っすね。ああ、木村文和選手、はい。少年バカなっていうね。はい。そのまあ去年もね。うん、里崎式総チェックベストナインにも1回サヨナラホームランを打って選ばれてるんですけども、1年全体通してずっと出てきたイメージですよね。います、普通に、うん、はなんであの木村やねんっていう、はい、あの声が今聞こえてますけど、はい、でも、うん、レギュラーとしては物足りないっていう、うん、はい、そっか、まあまあでも去年90試合か、そうそう、だからいい、はい、ポテンシャル最強よ、うん、それこそ、はい、元ピッチャーでね、肩もある、はい、足も速いと、うんうん、で長打も打てるっていうところで、はい、まあ、去年もホームラン8本、うん、ね、打って2割3分1厘っていうところでね、でも、はい、もうちょっと欲しいですよね、あ、うん、やっぱり、はい、しかも秋山抜けてね、うん、なかなか外野も定まらず、鈴木、はいはい、翔平選手、うん、出てたりとか、うん、でクリアもね、ベテラン で複数年で、まあ、2000本はね絶対行くと思うんで、はい、これも頑張ってもらいたいですけど、で川越出たりとか、あの外野もいろんな選手が出てるんですよ、まあ、ですよね、でも、はい、まあ、もうちょっと欲しいですね、うん、はい、期待の意味も込めて、だからこうもうちょっと頑張らないと、まあ、若手が出てきちゃうよっていうと、今みたいに使われる方になりますよっていう、はい、もう、うんうん、もう、はい、外野は木村でしょ、はい、みたいな、あ、感じでやっぱ出てくるためにはこの今使ってくれてるうちが勝負やと思う、うんうんうん、人もいないし、はい、でそこでもうちょっとパンチ力ある結果出していかないと、うん、ちょっとね弱いんだよね、うん、印象もそうです、ね、で33歳でしょ、はい、今年が、はい、だからもうそんなもう余裕ぶっこいてる時でもないから、うん、バシッと規定打席行って確固たるレギュラー外野は木村って言われるぐらいになるのかが、うん、もう本当今年勝負、うん、そうですね、うん、あのネットニュース見たら今年は全試合出場しますって毎年そんなこと言ってるような気がする俺はそうですかその今までで全試合出場はないんですってそうそうそう、うん、だからねあのこの19年があと規定に1打席か2打席足りなくて、はい、あそうだ2打席足りなくて到達できなかったんですよ、はい、できなかったんで2019年が最高の130試合そう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 、うん、だからそのもうちょっとね、うん、安定的な打率とか残していけばパンチ力もあるし、うん、足もあるし肩も強いし、はい、守備もいいんで、うん、言うことないんですけど、はい、だからこの確固たるレギュラーになるかどうかが、うん、じゃ高いレベルの勝負がけ、はい、でも、うん、ここつかめないと、はい、もう結局まだ鈴木川越みたいな、うん、外国人取ろうかみたいな、はい、感じになって、うん、もう便利屋的な扱いになるから、はい、まあ、勝負ですね、うん、でここでもう金子星木村で足のある2人がね、うん、1番と9番ぐらいでハマったら面白いと思うんですけどね。そうですね。いやでも西武ってまあすごいなと思うのは外国人 のスカウト動画見たけど、うん、あのやりましたけど全然その外国人野手取ってこないじゃないですか、うん、そう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 、だからチャンスって日本人野手の皆さんにすごいありますよね、うん、でポテンシャルもあるから、うん、チャンスはチャンスなのよ、はい、でもまだ掴んでないのよ、うん、クッと掴み切れてないっていう感じ、うん、その掴めれるかどうかのね、はい、ちょっと勝負の1年かなっていう、ね、うん、感じで、あとピッチャーはね、はい、トガメ、トガメももうちょっとね去年も終盤ちょろっとできて、うん、いいところも若干控えながらやっぱり安定感ないっていうところで、はい、もうだって34の年でしょ、あ、そうですね、うん、もうそろそろパチッとはまっていかないとちょっと居場所がね、しかも投手陣がね、はい、いない中だからチャンスはあるわけよ、そうですね、この木村と同じように、うんうん、そのパチッとはまってるわけじゃないんで、はい、だからそこでうまくはまるかどうかをもうやっていかないともう若手にね、うん、取って代わられちゃいますよっていう、はい、ピッチャーとかでもね去年森脇良かったりとか、はい、でも先発がね今井、高橋、松本とか、うん、はい、先発がやっぱりね薄いんでそこに先発入ってこれるかどうかっていうね、うん、そうですね、こう見ると2015年に11勝してからずっとこう勝利数も落ちてるので、そうそう、どんどん下がってきてるから、うん、もうここで踏ん張りきれないと、はい、ちょっと後なくなっちゃうかなっていうね、うん、勝負の1年ではあるかなっていうね、はい、そうですね、年齢的にも、うん、でもここは戸上と木村がパシッとはまったら、はい、西武奪還できるんですよ、優勝、おー、いける、うん、はい、厚みが増すんでね、うんうん、でも本人たちの勝負かけてもらうしチームとしてもね、はい、でも間違ったらもう終わっちゃうよっていう、はい、居場所なくっちゃいますよ、はい、だから結構チームにとってもかなりの重要人物ですね、そう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 、はい、さあ続いて、はい、阪神はですね、うん、1人目北条ですね、はい、まあ、北条は、
まあ、阪神はね、うん、内野は去年もエラーが多いって言われてる中で、はい、でまあ、二遊間でいうと、まあ、木浪、糸原っていうところが、まあ、視線上で回っていくと思うんですけど、で、まあ、小畑とかね、良かったりとか、まあ、そこ出てきたりしてる時もあるし、まあ、ここで北条がね、踏ん張らないと、本当になくなっちゃいますよっていう、居場所が。出番がね。去年が40試合。うん、で、まあ、1割9分2厘でしょ。はい。っていうところでね、うん、全体的にやっぱ成績がね、27歳、今年ね、はい、うんうん、確かに頑張りどころですね。そうそう、もうここが踏ん張りどころだから、うん、でも、あの、イバスさんが言うには、はい、北条に一番期待してるらしくて。へえ、そうなんですか。うん、いけるって言って、はい、だから、あの、この前テレビ大阪で一緒に番組した時に、はい、なんか、あの、イバスさん的には北条って言って。え、それどこを見て北条選手だ。いや、なんか北条いけるって言ってて、で、北条のために YouTube で北条のレッスンするとかって言ってて。へー、すごい。でもここは勝負やと思うの、うんうん、だからそこをだって期待してくれる人もいるから、はい、でもここでハマれるかどうかをしっかりもう持っとかないと、うん、もうこんな感じの選手で終わっていくから、はい、いたねみたいな感じになるところでは、うんうん、まあ、勝負かけの1年でもなるかなっていうね。はい、ガーンという成績を残せれるかどうかっていう。いいですね。で、もう一人が外野手で高山俊です。はい、新人王、ドラフト1位の、はいはい、一気に輝いてブレイクして、でその、ね、1年目素晴らしかったですけど、はい、まあ、2年目までは踏ん張ったかなっていう。で、3年目以降からね、若干苦しくなって、はい、で19年持ち直したかに見えて、去年がねちょっとパッとしなかったっていう、はい、でここ何がね崖っぷちかっていうと、うん、佐藤君が入ってきたんですか、はい、ドラフト1位で。で、なんか近代の監督本人はサードとか内野やりたいらしいんですけど、はい、多分外野になると思うんですよ。ポジションのこう人的にってことですか。うん、で、そうなってくると、うん、センターの近本が埋まってるわけですよね。はい、うん、で、そうなってくると、で、レフトは外国人とか、はい、なってくると、で、まあ、糸井とかもいるし、うん、でもライト、はい、佐藤君になっちゃうと、はい、出るところなくなるって。そうです、ね。佐藤君がもしうまくはまればね、はい、はまらなかったらまたチャンス出てくるんですけど。でも、まあ、即戦力としてね、阪神も取ってますしね。そう、で、あの、井上っていう履正社から入った、はい、若手もいるし、はい、うん、で、サンズ、うん、で中谷、うん、江越とか、はい、でもやっぱ阪神こう選手層というかすごいいいですね。あとロハス、うん、もう外野登録、ロハスやばいらしいよ。そうなんですか、うん、ジャイアンツも狙ってたらしいですけど。へー、打撃2冠と MVP、 うん、うん、あの韓国でね、はい、韓国プロ野球でスイッチヒーターとしてプレー、打撃面では率を残せ長打も打てる、すごい。韓国で132本、2020年ホームラン王、うん、2017年は規定打席未満だったけども4年連続3割クリアって、うん、ライトがメイン、19年までセンター、2020年はライトがメイン、年々評価を上げて2年連続ゴールデングラブ賞で、ライトもいないね、うん、空いてないね、そうですね、うん、もうロハス選手ですね、うん、2000得点圏打率3割5分1厘で、スイッチヒッターなので左右に苦手意識なく、うん、左投手に対して打率3割7分9厘と、すごいスイッチで、うん、っていう、だからライトだね。はい、だって下手したらレフトサンズ、はい、ライトロハス、うん、近本センター、うん、そしたらマルテがいなくなるから内野が、さすがにマルテサンズロハスは無理だよね。そうですね、外国人の枠もありますね。それかサンズがいないかも分かんないね。でも今年残ってますよね。そう、はい、だからそこの外国人誰使うかあるけどロハスは残るから、うん、そしたらロハス近本いるから一、はい、しかないから、うん、確かに。でそう、佐藤君とか入ってきたりとか、はい、色々するとだから高山も勝負、あ、結構枠ないですね、うん、1軍に入れるかどうかの勝負でもあるから、うん、この北条、高山、はい、わ、江越とか、はい、中谷も勝負だけども、うんうんうん、外国人が来てちょっと一気にきつくなったね、はい。でも、まあ、でもこれ毎年そうだから、どこの球団も。いや、でもそうです、毎年外国人は大体取ってきますし。そうそう、ロッテの福浦さんなんてファーストだったから毎年外国人来んだよ、はい、全員あの叩き潰してたよ。すごい俺の方がすごいぞと。そう、うん、だって石井博さん FA で来て、はい、一瞬外山本った時もあるけど、はい、結局ファースト座って、うん、でイソニョ来るわ、ボーリック来るわ、はい、フランコ来るわみたいな、うん、ファーストばっかり来るけど、うん、全員打ち破ってた。すごい、それも日本人できるってことですかね。そう、できなきゃ落ちていくからね、うん、要はできないと思われて取ってきてる可能性もあるし、はい、うん、だからそこも勝負だね、はい、だから今日言った戸上、うん、で木村、北条、高山、うん、まあ、中谷、うん、まあ、江越とかもそうだけど、はい、ロハス入ってきて、佐藤君入ってきて、はい、勝負だね。そうですね、楽しみだね。楽しみ、勝負、こう逆に楽しみだね。なんか やればやるほど楽しみになってきた、はい、いや誰がポジションをこう掴み取るのか、勝ち取るのか、今年勝負に勝てるのか負けるのかみたいな、うんうん、で負けたらもう落ちていくだけだから、はい、
そうですね、うん、いやちょっとロハス選手もすごい楽しみになってきました。そうなんだよね、うん、でもロサリオのあれが呪縛があるからで、あ、そういう、うん、本当にどこまでどうなのかっていうね。あとまあ外国人選手が、はい、あの日本に入ってこれないじゃない今。確かに外国人選手禁止になったから、はい、だからそこがどういう、ね、影響出るのかっていうところがあるんですけど、はい、まあ、そこの、ね、出だしが遅れた時に日本人カバーしたいんで、そのカバーできるところに入っておきたいですよね、うん、はい、いやこういう話するとシーズンがもうめちゃくちゃ楽しみになりますね。なんかやればやるほど、うん、なんかちょっとあの楽しみワードが増えていくっすね。はい、いや、いい企画です ね、 ね、はい、皆さん期待してます。頑張ってください。